はい。えっ、ー、と、南アジア、弱点南インドの、えー、日本語の先生方、こんばんは、こんにちは。えっ、ー、と、今日はですね、あのー、バックアップコースですね。その2回目の、えー、ビデオを今、録、え、画、ー、しています。こちらでご覧ください。えー、まずですね、えー、この、えー、スライドはあの、今画面の下の方に見えていますけど、ビットリーのスラッシュ、BUC、バックアップコースですね。アバンブラッシュアップコースの 2020年9月16日という、こういう、えー、URL、短い URL で見ることができます。で、このスライドからいろいろリンクも貼っていますので、えー、このビデオだけではなくて、ぜ、え、ひ、ー、スライドも見てください。はい、えー。今日はですね、このソーシャル型について、えー、詳しくご紹介して、あの活動もいくつか、えー、やろうと思っています、えー。今日というか今週ですね。 で、その前に、じゃあ、ソーシャル型っていうのはどういう人たちかっていうと、その、えー、それを先週、あの、話しましたが、ちょっと復習します。はい。えー、これはですね、日本語を話す人と交流して日本語を勉強する人たちですね。で、えー、その特徴としては、えー、教科書を使わないとか、えー、ちゃんと目標を決めて勉強するとか、えー、友達が多いとか、耳より目で勉強するのが好きとかですね。 あと、書きたいことを書くために文法を調べるとか、こういう特徴がありました。これは先週、えー、ご紹介しましたね。はい。じゃあですね、具体的に、あの、どうやったら日本人の友達を、えー、増やすことができるでしょうか。で、えー、今だったら私は、えー、Twitter をお勧めしたいと思います。で、詳しいことはこの私のブログに書いてありますけど、まあ、あの、わかりやすく言うとですね、えー まず最初にあの、えー、日本人はソーシャルメディアをほとんど使わないので、えー、日本人が全然いないソーシャルメディアを選んでもあまり、あのー、日本人と知り合うことができないわけなんですね、えー、例えば、あのー、アメリカとかで有名なスナップチャットとかはあのー、日本人はほとんどいません、えー、で全体で見てもですねあのこれは去年の、あのー 調査ですけど、日本はここにあるんですね。えー、例えば、あのフィリピン人とかに比べても、あの日本人は8分の1ぐらいしかソーシャルメディアを使っていないという、えー、そういう状況です。だけど、ツイッター、Twitter、だけはすごく使ってるんですね。何でか、なぜか知らないんですけど、ツイッターはアメリカに比べて2番目に、えー、日本人が多く使っています。ですから、えー 日本人を、日本人と知り合うには、ツイッターがいいわけですね。あと、まあ、Facebook も結構いますけどね。それはまた後でご紹介します。じゃあ、ツイッターでどういう日本人と、あの、えー、友達になればいいでしょうか。で、えー、基本的な方法はですね、皆さんに興味を持ってくれる日本人を探すのがいいと思います。 えー、皆さんの場合はインドとかチェンナイとかバンガロールとかですねあるいはあのヒンディー語とかそういうあの皆さんに関係のある言葉を日本語で、えー、検索すると、えー、いいですそうすると皆さんに興味がある日本人をたくさん、えー、見つけることができますちょっとですねここに今インド行きたいっていうの検索結果の、えー、リンクがありますからこれも開いてみたいと思います あれ、トラ取上げになっちゃった。ちょっと待ってくださいね。あ、そうかそうか。えー、じゃあインコンビと、はい。はい、今インド行きたいっていうのがありますね。ちょっとこれあのどのぐらいいるかというと、例えばあの一時間前にも誰かインド行きたいって言ってる人がいますし、三時間前にもインド行きたいって言ってる人がいますね。八時,時,時間前にも、十八時間前にも、十九時間前にもインド行きたいって言ってる人がいます。 えー、こんな感じでですね、例えばこれ22時間でしょここまでが今から24時間前ですから、いくつあるかもう一回数えてみます。これは1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つ、8つ、9つ。これで9つですね。この24時間以内に、えー、9人の人がインドに行きたいというふうに言っています。ですから、あの、もう、こういう人を探すのはとても簡単なわけですね。で、こういう人たちに皆さんが えー、声をかけたりすると、えー、<laughs> あの、この人たちはインドに行きたい人たちで,で、しかも皆さんはインドに住んでいる人たちですから、もちろん、えー、友達になるのは簡単だと思います。あと、あの、インド行きたいほどではないんですけど、これはインドカレー食べたいですね。これはもう本当に、あの、すごくたくさん、あ、これまた、すいません、えっ、ー、と、ちょっと待ってくださいね。 はい。えっ、ー、と、もう、3時間前とかですね、4時間前、7時間前とか、もう本当にいろんな人がですね、インドカレー食べたいというふうに言っています。えー、インドカレー大好きな人がたくさん日本にはいますから、あの、この人たちにも、えー、あの、皆さんは、あの、友達になりやすいんじゃないかなと思いますね。はい。はい。それでですね、だけど、あの、時々ですね、ツイッターが怖いっていう、怖いという人がいます。 なんでかっていうと、その、えー、ツイッターはですね、あの、全然知らない人から、えー、嫌なリプライをもらってしまう人が、もらってしまうことがあるからなんですね。えー、でもそれを防ぐのは実はとても簡単です。はい。えー、ちょっとそれをご紹介しますが、最初ですね、あの、えー まあ、今ここを見てほしいんですけど、これツイッターの画面ですね。ここのプラスの、えー、アイコンをタップすると、あ、こうですね。そうするとこういう画面が出てくるんです。でこの、あの、これがもう書き込む画面ですねで。書き込む画面の一番下ですね、ここのところ。ここが Everyone can reply というふうに書いてあります。で、このまま書くと、本当にあの、知らない人が嫌なコメントをすることがあるかもしれません。 そのリスクはゼロではありません。ですけど、これ例えばですね、ここが、これをクリックすると、こういうふうに下に3つ選ぶリストが出てきますから、その2番目の people You Follow これを選べば、そうしたらですね、皆さんがフォローしている人しかコメントすることができません。ですから知らない人が嫌なコメントをするリスクはゼロになります。 あと、Facebook でしたら、今、こちらが今お一番おすすめできると思います。えー、これは Facebook の The 日本語コミュニティというもので、えー、今ですね、ここを見るとわかると思いますが、えー、56,100人の会員がもういます。えー、ですから、とても賑やかで、えー、日本語を勉強している人がたくさんいる。そういうグループですね。はい。で、ここは、あの、 ここもですね、そういう悪い人が入らないように、えー、管理人の人がですね、とても毎、あの毎日とても頑張って、えーあのー、悪い人を入れないようにしているところです。えー、変な人がいたらすぐに、えー、追い出されてしまいます。えー、なので、えー、ここも安心して、えー、皆さんが使うことができるグループだと思いますね。はい。あと、あのー、日本語の先生がちゃんあの、プロフェッショナルな 資格のある日本語の先生が、ここで、えー、日本語の質問に答えてもいいことになっています。えー、ですから、あの、まあ、日本人にもですね、あまり、あの、日本語の文法とかよく知らない人がいますから、えー、そういう人が変なコメントをすることもありません。あの、日本語の質問について答えることができるのは、えー、このグループではちゃんとしたプロの日本語の先生だけです。はい、ですから、 安心して使うこともできますし、間違ったことを教えてもらうこともとても少ないのでおすすめだと思います。はい。じゃあですね、9月16日に、えー、と皆さんにズームでやってほしいことは、えー、2つあります。1つは、ツイッターのアカウントを作ることですね。はい。で、あのあ、もう作っている人はいいです。新しく作らなくてもいいですが、まだ作ったことがない人は実際に作ってみてください。 で、作り方はそんなに難しくないです。この、えー、リンクを貼ると、えー、英語で、あのー、アカウントの作り方を、あの、見ることができます。で、えー、じゃあ、あのー、作った後でどんな人をフォローしたらいいかっていうと、えー、例えばですね、こういう3つのハッシュタグは、にあのー、日本語の先生がたくさん集まっているハッシュタグです。えー、日本語教師チャットとか、日本語教師ブッククラブとか、 ズームで花金これは先週の花金ですけど、えー、こういう、あの、えー、ハッシュタグを使っているのは結構、えー、活発な、あの、日本語の先生ですので、ここをあの見るとたくさん日本語の先生をフォローすることもできます。はい。二、えー、つ目の活動はブレイクアウトルームで話し合ってみてほしいんですね。で、えー、インドに行きたいっていう人をツイッターで、あの、 見つけたらどういうふうに話しかければいいと思うんです。えー、いいと思いますかそれをですね、ブレイクアウトルームであの話し合ってみてください。で、あの、漢字とか文法は間違っててもいいので、たくさんの例を挙げてみてください。えー、それから、あの、インド行きたいとかインドカレー食べたいの他に、えー、皆さんに興味を持ってくれるかもしれない日本語のキーワードでツイッターを検索してみてください。 ちょっと待ってください、えー。変なのが出てきました。ごめんなさい。はい。はい。はい。えー、うん。はい。で、それから、これはですね、えー、その後の課題です。水曜日のズームの後にやってほしいことですが、これもここで説明しておきます。うん、今、3つありますから、この3つの中の1つをやってください。まあ、3つ全部やってもいいですけど、えー、あの、1つだけでいいです。あの、忙しい人はね。はい。で、えー それを一つを選んで、それから WhatsApp のグループに自分の参加者番号と課題コードのえーハッシュタグ課題02、これと一緒に投稿してください。一、はい、番目は Facebook の日本語グループに参加して自己紹介を投稿してください。えー、で、投稿して、で、その URL をこの WhatsApp のグループで共有してください。 えー、2番目は Twitter で日本人に話しかけてください別にあのインド行きたいじゃなくてもいいです何でもいいですからあのあの皆さんに興味を持ってくれそうな人を探してその人に話しかけてその URL を、えー、この WhatsApp のグループで共有してください、えー、3番目は Zoom で花金に参加して、えー、そのスクリーンショットですね、えー、Windows ではあのプリントスクリーンというそういうキーで え、スクリーンショットを保存することができます。で、そのスクリーンショットを、この WhatsApp のグループに、えー、あ、ちょっと待ってくださいね。はい。はい、WhatsApp のグループに、えー、投稿してください。はい。で、えー、っと、9月の17日ですね。16日に Zoom がありますから、その後17日から21日の間に WhatsApp に、えー、投稿してください。はい。で、今回の課題コードは課題02です。 で、これに皆さんの参加者番号、この、えー、ハッシュからですね。えー、それから、えー、ハッシュ01、ハッシュ02という、そういう形で、えー、あのー、ワーツアップに投稿してくださいね。はい、以上です。それでは皆さん、えー、これどうやって止めるんだっけちょっと待ってくださいね。あれ、ルームの番号が、えー、ここでおしまいです。<laughs> はい、失礼します。